どうもハルカットです。皆さんポケモンのヒロインは好きですか？みんな可愛いですよね。そこで今回アニポケヒロインにポケモンレジェンズ衣装を着せてみたというファーストを見ていきたいと思います。いや関係ないけど、3本投稿中になんとこちらの企画で前コラボしたあのササモンさんがまた力を貸してくれました。イエイ。普段めちゃくちゃ仲良しなんですけど、今回3本投稿頑張ってるということで使っていいよって言ってくれました。ササモンさんね、めっちゃ好きなんだよ。というわけでよかったら最後まで聞いててください。アリポケヒロインにポケモンレジェンズの衣装を着せてみたら可愛すぎる件について、今回紹介するのはアリポケヒロインにポケモンレジェンズの衣装を着せてみたというファンアートです。ポケモンレジェンズアルセウスとは、来年初頭に発売予定の昔の神王地方の舞台の新しいポケモンゲームですね。このゲームの衣装がこちらなんですが、これをヒロインに着せてみたというのが今回紹介するファンアートです。こちらは仲良しのササモンさんが描かれたイラストなんですが、すごく素敵だった俺、今回2つの動画に分けて紹介していきたいと思います。また今回紹介する他にも Twitter にはポケモンのイラストがたくさん上がってますので、ぜひ概要欄から飛んでみてください。いや、笹門さんの他のイラストはみんなにもぜひ見てほしい。飛んでツイート見たら幸せになれますよ。過去にもコラボしてる動画概要欄に貼っておきますので、そちらもよかったら見てください。それでは許可いただいてますので順番にご紹介したいと思います。ちなみにヒロインに着せるにあたり、笹門さんなりに衣装はアレンジを加えたそうなので、そこはファンアートとして楽しくご覧ください。まずは小春、今のアニポケのヒロインですね。制服姿が多いんですが、小春のレジェンズ衣装のイラストはこちら。うわ、めちゃくちゃ可愛い。特に髪型がふわふわでいいですよね。僕この表情もめちゃくちゃ好きなんですよ。衣装もよく似合ってる。イーブイも得意げに巻物を加えてて可愛いなと思いました。てかよく見ると名前のデザインもすごくない？桜の枝がおしゃれですよね。次は光、光はダイヤモンドパールのヒロインですね。レジェンズ姿はこちら。あー可愛い。光の衣装はあえてリスペクトで元のデザインのままだそうですが、ポーズが元気な感じが出てて可愛いですよね。ミジバルもなんだか楽しそう。これからの旅が楽しみっていう気持ちが溢れてるイラストで素敵だと思いました。次はアイリス、アイリスはベストウィッシュ編のヒロインですね。新無重心でも再登場は決まっていて、今後もまたいろいろ期待されているヒロインです。アイリスのレジェンズ衣装はこちら。あーめっちゃいい。レモンガと2人でモグモグしてるのも可愛いし、アレンジを加えて腰の帯が和柄で素敵だと思いました。髪型もポニーテールで可愛いですよね。なんかアイリスめちゃくちゃお団子と左手のお土産が似合うよね。この左手に持ってんのも中身全部お団子かな。次はセレナ、セレナは XY 編でのヒロインです。セレナのレジェンズ衣装姿はこちら。100枚持ってる忍者感がすごいですが、めちゃくちゃ似合ってて可愛い。表情はキリッとしててなんか強そう。フォッコもくらい加えてて可愛いなと思いました。以上になりますが、どうでしたか？どのヒロインもすごく良かったですよね。アローラ組を含めたあと5人は別の動画でまたご紹介します。どうしても我慢できない今見たいよって方は概要欄にあるササモンのツイッターフォローしてみてね。とまあこんな感じでアリポケヒロインにポケモンレジェンズ衣装を着せてみたというファート紹介でした。はぁ、あ、幸せな気持ちになった。ちょっとでもこの動画ショートタッチアレンズルクスジコヨコさんよろしくお願いします。では次の動画です。せーの、グッディー。